クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢放課後編。今回は私立東京内中学校の男子バスケットボール部と吹奏楽部を紹介します。東京内中学校は昭和27年に創立、全校生徒107名の学校です。学校教育目標を、豊かな心と健康な体を持ち、目標に向かって主体的に行動し学び合う生徒の育成とし、日々の取り組みを進めています。生徒数が少ないという学校の特色を生かし、文化祭は保育園、幼稚園、小学校、中学校が合同で行っています。また地域の方々にも協力していただき、合同で避難訓練を行うなど、保養小中の連携に力を入れています。今回の学校自慢放課後編で最初に紹介する部活は男子バスケットボール部です。こんにちは。東京内中学校男子バスケットボール部顧問の小林と鷲野です。東京内中学校バスケットボール部では、ただ試合に勝つだけではなく、挨拶や礼儀、マナーなど当たり前のことが当たり前にできる、そして誰からも応援していただけるチームを目指して頑張っています。東京内中学校男子バスケットボール部は、中学校に入学してバスケットボールを始めた生徒ばかりです。体育館が毎日使えるという恵まれた環境の中、小学校からバスケットボールをしている他校の生徒にこの3年間で追いつき、追い越せるよう頑張って練習をしてきました。みんなバスケットボールが大好きで、仲間のことも大好きで、人懐っこい生徒ばかりです。私たちはそんな生徒たちが大好きです。そんな生徒たちがバスケットボールを通して人として成長できるよう、これからも生徒とともに頑張っていこうと思います。そんなバスケットボール部に温かいご指導と応援よろしくお願いします。こんにちは。男子バスケットボール部キャプテンの長谷川和馬です。東京内中学校バスケットボール部は3年生5人、2年生5人、1年生7人の合計17人で活動しています。17人みんなが中学校からバスケットボールを始めた初心者です。僕たちがバスケットボールを始めた時の目標は、ミニバス経験者がいるチームに勝つということでした。試合でどんなに点差が開いても諦めずに向かっていき、練習に一生懸命取り組んできたことで、この目標を達成することができました。そして今年の4月に新チームになってからは、津市の大会で3回戦まで勝ち進むを目標に今日まで頑張ってきました。仲間を信じ、悔いの残らない大会になるよう、一人一人が協力しながら全力で練習して、この目標が達成できるように頑張ります。こんにちは。東京内中学校男子バスケットボール部副キャプテンの野口優斗です。朝練では午前7時40分から8時10分までシュート練習を中心に取り組んでいます。また放課後はオフェンス、ディフェンス、パスを中心に活動しています。今自分たちに足りないところはメンタルです。自分に負けず頑張っていきたいです。僕にとってチームとは一つの形であり、仲間とは信頼できるメンバーです。
次の大会は3年生にとって最後の大会なので、悔いの残らないよういい試合をし、3回戦進出を目指して頑張ります。頑張るぞ！続いて紹介する部活は、吹奏楽部です。こんにちは。東京内中学校吹奏楽部顧問の竹内和臣と安藤優子です。吹奏楽部では音楽の楽しさはもちろん、仲間と共に同じ目標に向かって全力で取り組むことの大切さを学んでいけるよう毎日頑張っています。その中で礼儀、挨拶をすること、時間を守ること、欠席するときは時間までに直接連絡をすることなど、社会に出て当たり前のことをきちんとできる人になってほしいと思って指導しています。そして仲間全体が全力で頑張ることから生まれる感動をたくさん味わってほしいです。これから練習を積んで演奏のレパートリーを増やしていき、子どもたちの音楽でたくさんの人に感動してもらえるステージを作っていきたいです。また子どもたちにたくさんのステージを経験させてあげたいと思っています。お近くのイベント等に出演の際は皆さん応援よろしくお願いいたします。こんにちは。東京内中学校吹奏楽部部長のアルタサックス担当田中実です。東京内中学校吹奏楽部は3年生3人、2年生1人、1年生13人の計17人で活動しています。今年は2、3年生が4人という少人数でスタートしましたが、1年生が13人入部し、人数も増え毎日楽しく活動しています。ほとんどが1年生ということで、楽器の演奏技術はまだまだこれからですが、部員みんながとても仲が良く、一人一人がとてもユニークなキャラクターを持っていて、一緒にいるだけでいつも笑っていられる楽しい仲間です。今年から新しい顧問の先生を迎え、吹奏楽からジャズバンドの形になり、少し戸惑いもありますが、皆さんの前でいい演奏をして感動してもらえるよう、これからも頑張って練習したいと思います。こんにちは。吹奏楽部副部長のドラム担当バリオス・オブレイ・ジーンです。ジャズバンドは吹奏楽の形とは少し違って、サックス、トランペット、トロンボーンの管楽器とドラム、ベース、ピアノなどのリズムセクションで演奏します。有名なジャズの曲を中心にいろんな人に楽しんでもらえる演奏を目指して練習しています。普段の活動は個人練習やパートごとの練習、そして合奏練習という形で練習しています。音楽室は夏はとても暑くて、冬はとても寒いです。そんな環境ですが、これからも部員みんなのチームワークで乗り切って楽しく練習していきたいと思います。